ハンセン病患者をすべて強制隔離し、社会に帰ることを許さない。国が取ったこの政策こそが、今日のハンセン病問題すべての根源である。私なんか63年ここに閉じ込められてますからね。20歳で来て63年。こんなに不条理なことが世の中でなぜ通用するんだろうか。日本のハンセン病患者の取り扱いというのはナチスの前からやっとったということですよ。ああいうこと、同じこと。病人が療養する国立療養所の中に牢獄があったのである。ハンセン病療養所って一体何なんだと、ね、病院じゃないのかと。病院じゃなかったということですよね、結局は。女としてね、よくここまで言うんだなと思ったらね、この人たちがね、ろくなことがあとで呪いましたよ。おはようございます。ナミちゃん、具合はどうか。無そ無そよ。無そんな。それこわせいるまいえさ、まだまだ。